や、ゲタリケミックス、あ、ゲッてきたと思います。今日はですね、フィヨルドの固有生物、今乗ってるこいつフェンリルなんだけど、このフェンリルを捕まえる、ゲットする方法っていうのを解説していきたいと思います。フィヨルドのね、最終ボスのフェンリルを倒さないとフェンリルがゲットできないっていうね、結構トリッキーな方法でゲットするので、今回はそのフェンリルをいかにしてゲットするかという方法をですね、解説していって、まあ、各種それに紐づくボス戦の話をしていきたいと思っております。それでは本日の目次はこちら。1つ目、フェンリルのテイム方法について、2つ目、ボス戦のルート、そして最後に各種ボスのポータル座標の紹介をしていきたいと思います。で、まず1つ目に、今乗ってるこのね、あのフェンリルっていう固有生物ですね、こいつですね、テイムするのにはすごくね、あのめんどくさくて、まあ結論言うと、最後のボス、まああのフェンリルボスみたいなのがいるんだけど、フィヨルドの最終ボスね、そのボスフェンリルを討伐すると、その討伐報酬で、まあ今手元にあるんだけど、クライオポットに入ったフェンリルが、まああのゲットできるみたいな、まあちょっとレベル550はモッドで出してから適当につけてるんであれなんだけど、まあ200いくつの150テイム時の、まあ、フェンリルがクライオポットに入ってオスメスランダムでゲットできるというのがフェンリルの入手方法なんですね。なので今回かなり特殊で、まあ、そこら辺のフィールドにフェンリル一切いないので、ボスフェンリルを倒して初めてフェンリルは入手可能という形になっておりますので、テームどうのこうのっていうか、ボスの報酬っていうのがフェンリルの入手経路になっておりますっていうのが一番のポイントになってきます。これがね、あの大事なところなんだよね。なので今回のまず1個目の結論としては、フィヨルドの最後のボスであるフェンリルのボス、まああのフェンリルなんちゃらって言うんだけど、そのボスフェンリルを倒してからクライオポットのアイテムとしてボス討伐報酬でゲットできますっていうのがまず1つ目の大事なポイントですね。で、こっからめんどくさくなってくるから、ちょっとねあれなんだけど、じゃあボスフェンリル倒せばよくないっていう話になるんですが、まあね、そうはいかないんですよ、今回のあのフィヨルドというマップ、とりあえずですね、あのボスポータルというか、まあ、ボスに挑むためのオベリスクのポータルを見てみたいと思います。で、まあもちろんね、何がね、あのボスの挑むのに必要なのかというのが出ますので、それをですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ガンマのドラゴンハンティングトロフィー、ガンマのブルードマザートロフィー、ガンマのメガピテクスハンティングトロフィー、そうなんです、ベータになるとベータのドラゴンで、アルファになるとアルファのブルードマザーっていう感じで、ハンティングトロフィーアイランドの3種ボスですね、ゴリラ、ドラゴン、クモの、こいつらのハンティングトロフィーがアーティファクト代わりとなって、チケット代わりとなってボス戦に挑むことになるんですね。なので、そういうことなのであれば、このアイランドの3種ボスをじゃあ次は倒さないといけないよねっていう話になるんですが、なんと、さらに、隙を生じぬ三段構えなんですけど、今回のボス戦ね、3回ボス戦がありまして、まずフィヨルドの最終ボス、ボスフェンリルで、ボスフェンリルに挑むには、さっき見た通りボスポータルにはアイランドの3種ボスであるブルードマザー、メガピテクス、ドラゴン、この3体のハンティングトロフィーが難易度に応じて必要、アルファベータガンマね。で、さらになんだけど、このブルードマザーとかドラゴンとかメガピテクスに挑む際には、アーティファクトはもちろんのほか、プラス1個あの特殊アイテム、レリックっていうのが必要なんだよね。で、そのレリックっていうのがまたさらに別のボスをあの倒さないといけないって感じ。まあ今ね、ここら辺適当に出すんだけど、レリックシリーズがありまして、そのレリックを使って、まあ挑戦しないといけないって感じ。通常だとアーティファクトだけでいいんだけど、アーティファクトプラスこのレリックを入れないと、アイランド3種ボスは挑めないって形なんだよね。なので、そのような形になっているので、じゃあそのレリックを入手するためのボスを倒さないといけないよねっていうので、一番ね、初手のボスをあの倒しに行こうと思ったら、そいつに挑むためにはさらにこのルーンストーンが必要なんです。はい。で、ルーンストーンの入手ルートとしては、アルファの、まあ、恐竜ですね。アルファレックス、アルファラプトルとかそこら辺を倒すと、ルーンストーンがゲットできますっていう感じ。っていう感じになってます。はい。なので、ボスがとりあえず3段構えになってまして、その最終ボスね、3番目のボスを倒さないと、フェンリルはゲットできませんよというのが、フェンリルの道のりになります。なので、めっちゃめんどくさいんだよね。っていうのが今回の、まあ、特殊なあのフェンリル入手までのルートになります。
という感じなので、じゃあフェンリルのボス倒したらいいじゃんっていう話じゃなくて、フェンリルのボスを倒すためにはさらにその手前にあるアイランの三種ボスを倒して、さらにその前にはレリックボスを倒して、さらにその前にはアルファを倒して、レリックボスに挑むためのあのルーンストーンを挑むの、すいません、酸素が足りませんでしたっていう感じなので、あのそういった形でやってください。これがボス戦のルートになります。ボス戦に挑むにはあのボスを倒さないといけないみたいなのをかける2とかしないといけないって感じで、まあ、とりあえずそんな感じで、まあ、あのアルファ倒してレリック倒して、であのアイランド3種ボス倒してフェンリルっていう感じで、さらにそこでようやくフェンリルがゲットできるという感じになってますので、まあね長いんだよねっていう感じなので、まあ一応ね、あの一定のチーム組めれば多分ね、あのループというか周回できると思うんだけど、まあ、最初がねかなりね、長いんじゃないかなというようなねボス戦になっております。ということで、じゃあまあ今回はですね、あのさすがに各種ボスの深掘りとかやったら動画がすごい1時間とかになっちゃうので、まあ、今回は一旦ですね各種ボスのポータルの座標だけをですね今回は紹介していきたいと思います。とりあえずボス戦に関してはね、各ボスで動画をね別々に撮ってまとめたいと思っておりますので、一旦ね今日の動画に関してはフェンリルを入手するためのルートであったり、そのルートのねあのボス戦のボス戦のボス戦みたいな形というところと、そして最後に今回は、ボス戦のポータルの座標を紹介していきましょう。でまずね、あのボスフェンリルに関しては基本的にはオベリスクから挑む形になります。なので、まあオベリスクっていうか今回フィールドではこうルーンストーンになってるんだけど、まあオベリスクから挑むのかボスフェンリルって形になります。で次はですね、あのアイランドの3種ボス行ってみたいと思うんですけど、ブルードマザーメガピテクスドラゴンのところの座標を次は行ってみたいと思います。でまあとりあえずね、まあ、あのオベリスクはあの省くというか、まあ、割愛するんだけど、次からですね、あのだいたい洞窟の中にポータルがあるって感じになるので、レリックボスとかあとはアイランドボスは、なのでそこら辺に関してはですね、テレポートの場所およびあとはあのその場でですね、あの GPS の座標を行っていきたいと思います。ということで、まずはドラゴンから行きましょう。ドラゴンはですね、バーディーランド南の NW ですね、バーディーランド南のNW 行ってみましょう。はい、ということでテレポート完了ですね。バーディーランド南の NW になっております。でここはですね、あの後ろがですね海になっておりまして、まあ、テレポ基本外周にあのたどり着くので、その海を背にしてまっすぐ洞窟というか、まあ、その山の方に行くと洞窟の入り口があるみたいな、まあ、ここですね、これって感じですね。でまあここまで来たらもうあとは楽勝なんで、一旦ね手前のこの入り口で座標を見ときましょう。 86.2、5.3 という形になっております。でまずですね、ここの中に入っていきたいと思っておりますね。でですね、この中に行って、まあ、道のりでいいんですけど、まあ、階段とかがあるんで、ここ道のりでね行っていただいて、であのここなんですよね、行ってすぐ入ってすぐなんだよね、階段1個降りて2個降りたところのちょっとした踊り場、ここがドラゴンのポータルになりますので、ここでねドラゴンには挑んでもらう。まああの見てもらえば分かるんだけど、レリックっていうのがアーティファクトプラスアルファで書いてあると思うんだけど、こういうことなんだよね。でまあさらにね、あのベータとかあのアルファになるともちろんね、そういった、まあ、アロサウルスの脳みそとかギガの心臓とかもいるので、まあ、まあまあめんどくさいので、あのはい頑張ってくださいみたいな、はい、俺も頑張んないといけないみたいな感じになってます。はい、なので工数がかなりかかるボス戦になっているのが、あのフィヨルドのフェンリルっていうところのボスになるかなというふうに思っておりますね。ということで次はですね、メガピテクス行ってみたいと思います。メガピテクスは、バナランド南の SE になりますね。バナランド南の SE というところに飛んでいきたいと思います。で、飛んでまいりました。こちらがメガピテクスのバナランド南の SE ですね。で、洞窟ねめちゃくちゃ近いです。あの真上にねテレポートから飛んだんだけど、海を背にして目の前、その紫の水晶があるところなんだけど、これねアベレーション洞窟になってます。なのでまあカルキノスとかいる感じ、あのもちろんハザードスーツはいらないよ、ハザードスーツはいらないんだけど、カルキノスとかシャインホーンとかあの編集のやつらがいるっていうところですね。でとりあえずここもね、あの中にツンツン入っていってもらうといいんだけど、途中でねあのポータルがねあるので、そのポータルから飛んでゴリラに挑んでいくというような形になりますね。あ、ここだね、ここちょうどありましたね。
で、縦軸がバグっててですね、まあ、シーラカンスが死にまくってますけど、あ、X サーモンじゃんこれ、あ、X セーバートゥースサーモンだね。で、このポータルを開くとゴリラへのメガピテクスへの挑戦をできるような形のポータルとなっておりますって感じで、もちろんね、一番上にはスタインヨルンのレリックが必要になってます。そんな感じのちょっとめんどくさい、まあここが集めるのが一番めんどくさいかなっていう感じになってきますね。なのでね、まあこういう風にやっていただければいいんじゃないかなっていうところで、ここがね、あのゴリラの洞窟になっております。で、ちょっと座標を忘れておりましたので、入り口で座標の GPS を見ておきたいと思っております。で、ここで GPS 見ていきましょう。洞窟読み込みが結構激しいね。はい、56.7、84.7 っていう形になっておりますので、まあ、ここら辺の座標でやっていただければと思いますね。まあでもテレポートしたらまあ目の前だから、まあ、そんな迷うことないかな。目の前、普通に陸地に行けばいいって感じ、内陸部にっていうところになっております。それでは最後に、アイランド3種ボス、最後ブルードマザーですね、行ってみたいと思います。で、ここもですね、バナランド南ですね。で、バナランド南の S に飛んでいきましょう。はい、テレポートでやってまいりました。で、ブルードマザーの洞窟はですね、海を背にして左の方にですね行きます。で、一応このね、海沿いというか海岸沿いにあるんだよね。どこだっけな、あ、ここだね。めちゃくちゃ見づらい、これ。これピンポイントで多分座標で来た方がいいね。これ一回見たっきりだったから、俺も来るのちょっとね、手間かかったんだけど、57.6、65.5 だね。これめちゃくちゃ見づらいから、一応ね、まあ、どういう感じかな。まあ、一番下の段って感じ。上じゃなくて一番下の段だから、まあ、上の方の山の方に登らなくていいので、一番低いね、ところの、まあ、岩の部分で、で、今の座標に行くと、こんな感じの、まあ、壁に突き当たるというか、山に突き当たると、こういった洞窟があるというようなところになってますね。で、ちなみになんだけど、すべての洞窟、基本的に洞窟判定で、あんまりよろしくないから、治安が。なので、そこら辺はね、気をつけてください。はい。っていう形になっておりますね。あれ、こっちに上がったっけ？っていうところで、まあ、いっぱいね、ヘビとか、アースプロレラとかいますので、かなりね、まあ、危ないエリアになってくるんじゃないのかなというふうに思っておりますね。まあ、多少ね、メガテリとか強いやついれば一発でいけるんだけど、まあ、こんな感じで、ポータルがあるというような形になっております。で、まあ、ここはもちろん雲ですね。ベイラレリックを使って、ブルードマザーを召喚できますという感じですね。まあ、ボスアリーナに飛ぶのでね、まあ、そんな感じですかね。というところで、ここはブルードマザーの、ボスのポータルという形になっております。という感じで、今回紹介したこの3つのポータルがアイランドの3種ボスですね。ブルードマザー、メガピテクス、ドラゴンを挑むため、倒すために行くポータルっていう感じ。ここだけでしかこの3種類のボスには挑めませんので、ご注意くださいって感じ。基本的にはオベリスクはフェンリルボスしかいませんって感じなんですね。それでは最後に、3つのですね、スタインヨルンとかを含むこのレリックを落とす系のボスですね。フィヨルドの固有の、まあ、中ボスって言ったらいいのかな。ミニボスって英語では表記されてるんだけど、そのボスに行ってみたいと思います。座標はですね、結構ですね、別エリアに飛ぶことが多いので、まずはバナランド北に行ってみたいと思います。バナランド北の、ノースですね、北の北っていうところにまずは行ってみましょう。ベイラっていうね、蜂のボスがいるんだけど、それだけは唯一ね、このメインマップにいるねボスなので、まあ、ここをね先に行ってみたいかなと思います。で、次のスタインヨルンとハティ&スコルに関してはアスガルドとヨトニヘイムという形で別エリアになるので、まあ、ちょっとねそれはね最後に回していきたいと思っております。バナランド北の N に今ですねテレポートしてきました。もうマップ的にはもう手で邪魔で現在地が見えません、はいっていう感じになっております。で、かなり北の方にありますので、こっから飛んでいきたいと思っております。それでは行きましょう。あ、これか、はい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 、 OK。 これはね、あれだね、このモミジの木がめちゃくちゃ分かりやすいね。かなり海岸際の洞窟になりますね。こう目の前にあるのがさっき言っていた、なんだっけ、ベイラかの洞窟になりますね。で、ポイントとしてはですね、今目の前にある、なんていうかな、その砂浜、海岸にテレポートは到着するので、そのままなんていうかな、そのダムをこう横切って海岸際ずっと来て、で、まあ一応そのピンポイントの座標で来るか、このモミジが、まあともどこもモミジ入ってるからな、まあ、とりあえず、まあ、海際の壁沿いにあるっていう感じですね。とりあえずですね、座標を行っていきたいと思います。
4.3、47.3 という形になっておりますので、まあ、ここら辺の座標で見てきてくるといいんじゃないかなって感じで、まあ、海岸際にあるから、まあ、それを意識すると、まあ、見つけやすいかなっていう形ですね。で、まあ、ここはね、あの蜂のボスなんで、まあ、あの蜂がいてみたいな感じになっているのかなというところですね。で、中ボスに関しては基本的にはね、あのさっき言っていたあのルーンストーンっていうのを使うので、で、まあ、このなんていうかな、バイキングみたいな感じ、まあ、あのフィヨルドって北欧だから、このバイキングみたいな感じのが あるのかもしれないけど、モチーフがね。で、このワールドボスターミナル、ここにアクセスすることによってですね、こういう風になんか魔法陣があって、でルーンストーンを30個使うと、まあ、あのベイラを召喚できてサバイバーレベルは50番ですというような形になっているので、このような形でこの中ボス、ミニボスっていうのは挑んでいくという感じで、これを倒すとレリックがゲットできるので、これはですね、ベイラなので、ベイラのレリックですねっていうのをゲットできますよというのが今回の中身になってますね。で、これちなみにあれなのかな、普通に蜂蜜ゲットできるのかな。ああ、これ普通に蜂蜜ゲットできるのね。これはあれなんですね、クリスタルアイルズの蜂の巣洞窟と一緒なんだねという形になってますね。それではね、次の、ボスに行ってみたいと思います。次のボスからはね、別ディメンション、別エリアになっておりますので、まずはですね、スタインヨルン、ヨトゥンヘイムから行ってみますかね。ヨトゥンヘイムはね、マジで寒いから本当に気をつけた方がいいですね。最低でも800、ベストは1000ぐらいのところがないと、防寒がないと厳しいですね。で、ヨトゥンヘイムは SW に行きたいと思います。それでは SW に到着しましたので、スタインヨルンがいる場所に向かっていきたいと思います。スタインヨルンのとこはね、ちょっと若干ね、どっから行ってもね遠いんだけど、 WK から行った方がいいので、まあ、来ましたという感じですね。ぶっちゃけ W でも NW でもどっちでもいいかな。 NW だとこの骨 の一番向こうの方から出るので、まあ、どっちでもいいんだけど、 SW だとその、まあ、オベリスクのルーンストーンのあたりから来るみたいな感じかな。まあ、どっちからも来ても真ん中ぐらいかなっていう感じで、ですね、場所的にはですね、この目の前のやつ、目の前のこの池にあるんだよね。で、周りを見るとこんな感じかな。ちょっとどこもなんか分かりづらいんだよな。なので、まあ一応そのルーンストーンのオベリスクを背にして、こうなんていうかな、中央際に行くみたいな感じ、難しいけど。で、唯一の目印はこれ、石のなんか石碑じゃないけど、なんかオブジェクトみたいなのがあるから、一応ね、座標をここで取っておきたいと思います。 77.6、 30.8 となっております。で、ここもまあ同じだね。まあ、なんかバイキングみたいなやつのなんか石像があるので、まあ、そこに行って、で、なんか解放するみたいな感じになっておりますね。で、狭いのでお気をつけくださいって感じ。まあ、これもさっきみたいな感じですね。で、ここに、オンっていう形にすると、ここはルーンストーンがあるので、召喚してねというような感じになっております。なので、ここでね、またユスタインよりも召喚して戦うという形になるんですが、めっちゃ強いらしいので、お気をつけくださいというような形になっておりますね。それでは、最後のですね、ハティ&スクールの場所行ってみましょう。次はアースガルドですね。アースガルドの、NE に飛んでいきたいと思います。はい、ということで、アースガルドの NW に着きました。で、こっからなんだけど、結構近くて、まあ、この池の近くにね、出るんだけど、池の近くでこう見上げると、まあ、あれ多分ね、オベリスクのルーンストーンだと思うんだけど、それの右下、これ、わかる？このなんか、ちょっとさ、さっきのスタインヨルの入り口と同じ、この岩のさ、このなんていうかな、柱みたいなのがあるから、その奥側にあるんだよね。このちょっと小高い山の手前、これなんですよ。なんかさ、宇宙がさ、こうなんか裏側にあるみたいな感じ、すごいんだけど、ここだけなんかバイキングの像じゃないかな。で、ここに関してはこいつですね、なんだっけ、ハティ&スコルが召喚できるという形になっておりますので、そのような形でやっておりますね。まあ、とりあえず試しに召喚してみますか。まあ、こういった形で、まあ、召喚してみるんですが、ボスが召喚されて、戦いになっていくっていう感じですね。で、ですね、この中ボスは、こんな感じに出てきます。なんていうかな、タイタン系かな、この中ボスは。っていうので、やっていくというような形になりますので、まあ、このような形でやっていただければいいんじゃないかなとは思っております。
はい、ということでね、本日はね、フェンリルをゲットするためにはフェンリルが必要ですよねということでね、フェンリルのゲット方法をね解説してまいりましたが、フェンリルをゲットするにはボスを倒すためのボスがいて、それを倒すためのボスがいて、そのためのボスを倒すためのを挑むためのあれにはあーという感じになってますので、もうよくわかんなくなりますので、頭バグってきますので、まあ、とりあえずボスが3パターンあるということだけはね、覚えていただければいいんじゃないかなと思いますね。3体の、まあ、中ボス、こういったハティとか含めの、まあ、3つの中ボスで、この3つの中ボスからゲットするレリックに応じたボスですね。アイランドのメガピテクス、ブルードマザードラゴンで、さらに最後にその3種のアイランドボスのハンティングトロフィーを持ってボスフェンリルに挑んでくださいというのが今回の内容となっておりますので、一旦ねちょっとね長くなってまいりましたが、こんな感じで、今回のフェンリルをゲットする方法というところをね解説してまいりました。で、今後はねこういった中ボスとかボスのね詳しい解説とか討伐とかをねぜひやっていけたらと思っておりますので、またその時は別の解説動画を作っていきたいと思います。それではいつもご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。